なんか来てますね。はい。名前これなんだ、ドクターズカースっていうのかな。ドクターズ、ドクター K がちょっとね、 C じゃなくて K ってことで、まあ、ちょっと読み方間違えたら申し訳ないんですけど、これね、なんかちょっと新イベじゃなくて復刻イベントらしいです。はい。まあ、今回は、まあ、そちらね、アルファパック引いていこうかなと思うんですけど、全然俺ラインナップとかわかんないから、ちょっとすいません、まずコレクション見させてください。はい。ゾンビ系なのかな、なんかその、アウトブレイクとは違うのかな。僕アウトブレイクはあんまりちょっとわかってないけど、アウトブレイクもなんかゾンビじゃないですか。こっちはゾンビじゃなくてハロウィンっていう感じかな。まあ、ハロウィンだからそういうことなんだけど、でもゾンビだよね、どう見てもね。ゾンビってこいつはゾンビだけど、まあちょっとやば、待って、怖い怖い怖い。てかさ、ちょっと待って、全然画面表示されないじゃんこれ。どうなってんの、顔がめちゃくちゃ怖い。いや確かにたまにあのね、ランクとか回してると見ますね。確かにこれだったのか。いや僕ね、去年初めて、ハロウィンイベントやらせていただいたんですけど、確かその時はね、 GDM じゃないけどなんかリスポーンできる、イベントだったのかな。いやあれ結構非常に楽しかった思い出あるんですけど、今回こちらということで、まあ、どうやら復刻らしいです。OK、とりあえず分かりました。で、ちょっとパックの方入手ということで、まあ僕ちょっとね、名声の方で買おうと思うんだけど、待って、バカ高ない。めちゃくちゃ高いんだけど。待って、だって4パックで5万名声。嘘でしょ。R6S クレジットっていうのかな？これ1万4100って。ちょっと待て。これひどうしたら5万、いやー5パックだけじゃあ買います。はい。あー高え、本当に高え、なんだこれ、どうかしてるよ、言っちゃったよ。はい、じゃあ引きます。とりあえずまあレジェンダリー系だね。うん、エピックレジェンダリーさあ。おー、レジェンダリー、すごい雷を浴びてる、怖い効果音。おー来たー、スモーク、ヒメラ。怖いなぁ。でもいいね。はい、いい感じ。そして次。頼む。オッケーオッケー、エピックね。お、かっこいい。これはマックスマライフルの方ですね。欲しかったんで、オッケー。全然好きないからね、僕。あ、いいね、エピック。これ、かぶりなしだよね。多分、イベント系多分かぶりないよね。いや使わない、しかも空いてない。はい、レジェンダリー、あえていくか。なんだろう、うわ、チャーム、チャームか。うわ、まあまあまあいいでしょう。ちょっと待って、ラスト1パックでね、キヤー。あのサバーカの方でも増しますね。じゃあ、おー、エピックか。おー、でもあれだね、レア来ないのいいね。ちょっと待ってくれよ。マジか。顔の方欲しかったけど。OK、ありがとう。はい、ということでね。サバカの起きましたね。さあ。何が出る？エピック。レジョーン。え、これって。出た。オールラウンドスキンってやつですか、もしかして。もしかしてだけど、しかしてだけど、しかしてだけどですね。けど、今回のシーズンのウェポンスキンめちゃくちゃかっこいいからね。てか、フリーズしたんだけど大丈夫これ。やっぱちょっと、あれっすね。CSCG ちょっとこうやって、ま、ダメ？ダメなのかな？やばい？あー、出ましたね、これ。はい。これですね。来た来た来た。はいはい、これね。これ来たね。よし。このアカウントも頼む。カモン。うわ、エピック、エピック多いな。エピック多いよ。ん？あ、これは違うね。はいはいはい。最後ですね。もう使ってもないアカウント、こいつで終わらせましょう。レジェンダリー。あー、エピック。またしても最後もエピック。うわ。いや、これはいらんわ。はい、ということでね、まあ、アルパック、まあ、限定パックっていうのかな。引いてみました。まあ、結構ね、ちょっと高い。高いし、このね、48個もアイテムある。ということで、ちょっと、まあ、全クリするのには、全クリって言い方おかしいけど、
やはり、はい、覚悟がいると思われます。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、ちょっとまた CG の動画、まあ、ちょっと次どういう動画になるかわかりませんが、すいませんね、ちょっとあんまりできてないもんで、まあ、これからも頑張っていこうと思いますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。ということで、ごきげんよう。最後までご視聴誠にありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。